紅葉シーズンを迎え多くの参拝客が訪れている京都市右京区にある世界遺産仁和寺。私は新潟から来ました。東京からです。もみじがすごい赤くて素敵で、ね、本堂とも一緒にセットでいっぱい写真撮らせてもらってよかったです。初めてでずっと来たくて、こんなに広いと思ってなくて、来てすごいなんかこう広大な感じに感動しました。コロナ禍でも今年9万6000人を超える参拝客が訪れています。しかし仁和寺では長年頭を抱えている問題があります。敷地内で見つかった家電製品や家具などのゴミの数々、罰当たりな不法投棄が30年以上も前から続いているのです。先月憤懣取材班が仁和寺の僧侶と周辺を歩いてみると、なんかわけわからんのいっぱいあるし、あそこにもあるしね、あれはあの不法投棄の監視中看板まで投げ捨てたね。ちょっと腹立ちますよね、どうしてもね。斜面に転がるソファーや電子レンジ。ここは寺の北西にある成就山。北側の原谷地区への抜け道となる道路が通っていて、ここからゴミが不法投棄されているというのです。ちょっと思い切って少し手をかけて回収しようということであって、またしばらくするとそこにまたあるというのはね、そういうのが繰り返しですね。実は成就山一帯はある聖地としても知られています。静まり返った木々の中に佇む小さなお堂。この一帯はお室88箇所霊場と呼ばれ、四国のお遍路1450キロを回ることができない人のため、江戸時代に四国巡礼の霊場から集めた砂を埋めたお堂が作られ、全長およそ3キロのミニお遍路として整備されました。健康とやっぱり家族がやっぱりね、このコロナで自粛したりして商売がちょっとねやりにくいんで、それがちょっとね心配。自分自身の気持ちのねよりどころですわ。もう祈願したらちょっとぐらい落ち着くかしらと思って。不法投棄されたゴミは巡拝路にどのような影響を及ぼしているのか。憤懣取材班は1番札所から88番札所までのルートを歩いてみることにしました。よいしょ。ちょっとこの辺りから14番札所以降は急な上り坂が続き、山頂の48番札所、50番札所の近くでは京都市内を一望できるポイントがあります。ここまでは特に目立ったゴミは確認できませんでした。そして歩くこと1時間30分。ん？これゴミですかね。これは何ですかね。なんかプラスチックっぽいですよね。だいぶ砂かぶってて、あ、でも車？なんだろうこれ、テールランプかなんかですね。車1台が朽ち果てた状態で放置されています。さらにこちら65番目のお堂の近くなんですが、大きな金属の枠組みのようなものやプラスチック製のカゴ、タイヤであったり空き瓶のようなものがあたりに散らばっている状況です。近くの斜面を確認してみると、このあたりには液晶画面やファンヒーター、プラスチックの衣装ケースなど大型のゴミが捨てられている状態です。取材班が88箇所を巡り、ゴミがあった場所を地図上に落とし込んでみると、
およそ3キロの巡拝路のうち65番から69番までの参道近くにゴミが集中していたことが分かりました。すぐ上を通る道路から投げ捨てられたゴミが台風や大雨などで巡拝路まで落ちてきたとみられています。一体誰がこのようなゴミを捨てていくのか、近所の住民に話を聞いてみると、夜な夜な来られた方がバサッと落としていかれて怖いですし、で私らも拾えるゴミとかこんなんを拾ったりはしながらいつも降りてくるんですけれども、長年続いているという不法投棄。仁和寺では地元のボランティアらとともに13年前に大規模な清掃活動を実施したほか、ロープや看板を設置するなど注意喚起も行っていますが、いたちごっこが続いています。今年は特に大型の家電製品が多いといいます。このコロナでみんなが家に閉じこもって、そしてやっぱり家の中で不要品みたいな、その目につくんでしょうね。どっか捨てるとかあればというわけでポンとポンというのもちょっとありそう、あるような感じがしますね、はい。この辺りは日中は多くの車が行き交っていますが、夜になると真っ暗になり、人目につかない深夜にゴミが捨てられているとみられています。さらにゴミの不法投棄は仁和寺周辺だけではなく、金閣寺の北西部でも。こちらの山中にも自転車やぬいぐるみなど辺り一面にゴミが散乱している状況です。この場所も夜は真っ暗になり、道路から投げ捨てられたとみられる冷蔵庫や布団などの大型のゴミが確認できます。こうした問題に京都市は、小室88箇所にお参りに来られる場所という、そういった場所でもありますので、そういった意味でも不法投棄はぜひやめていただきたい。地元の自治会の方からもですね、これ以上不法投棄を許したらあかんという声も上がっておりますので、監視カメラを設置していきたい。京都市では地域に防犯カメラの購入費用などを最大9割補助する制度があります。ボランティアでパトロールに当たる地域住民らは今後監視カメラを複数台設置する方針です。これちょっと広いとこはやっぱりなるべくつけようかなと思うんですけどね。世界の財産ですけど、地元の財産でもあるわけだ。だから我々がやっぱり共同して仁和寺と一緒になって、ちょっとでも綺麗な姿を次も次も世代までつないでいきたいんで、7年後には開山200年の節目を迎える小室88箇所霊場。今後お堂や山林の整備計画に合わせてゴミの撤去も進める予定ですが、撤去には数百万円の費用がかかると見られています。